お集まりいただきありがとうございます。ただいまから臨時の知事記者会見を行います。本日の発表事項は新型コロナウイルス感染症にかかる追加的対策についてであります。それでは長崎知事から発表いたします。はい、よろしくお願いいたします。まず本県の感染状況についてですが、今月1日から本日までの17日間の新規感染者数4911人、これまで最多であった1月の感染者数を、超えております。また県内では、高齢者施設のほか、保育所、などあるいは、小学校高等学校などでの、クラスターの発生が、目立っております。高齢者施設での、感染拡大は、重症化リスクが高い高齢者の命に直結してしまう、ことに加えまして、病床使用の圧迫要因となりますので、医療提供体制を防衛する上でも、特に、防いでいかなければならない、防ぐために意を用いなければならないと考えております。また、学校や保育所などの、施設における、子どもへの感染を起点といたしまして、家庭内に入り込んで働き盛りの親御さんに移ることで感染拡大しているものとも懸念をしているところでございます。それゆえに医療提供体制の逼迫を防ぎ、県民の皆様の命を守り抜いていくためには、これらの施設におけるクラスターをいかに抑制するか、これが喫緊の課題となってまいります。加えまして一昨日ですが、オミクロン株の亜種であります BA2 系統が県内で初めて確認されたのはご案内の通りです。現時点でこの BA2 系統の感染力に関する明確な知見は示されてはいないものの、一般のオミクロン株と比べて感染力がさらに強いと言われていることから、より一層の警戒感を持って対応する必要があります。このような現状認識に基づきまして、追加対策といたしまして以下県民の皆様にご報告と、お願いを申し上げます。1点目ですが、臨時特別協力要請の期間の延長についてであります。この臨時特別協力要請、今月20日までを期限としておりましたが、直近の新規感染者数の推移、あるいは県内における感染の対応に鑑みまして、内容に所要の見直しを加えた上で、その期間を1週間延長し、今月27日までといたします。要請に追加する主な点につきましてご説明申し上げます。まず、保育所、高齢者施設や保育所等のクラスターを防ぐ観点からの要請であります。1つ目は、施設従事者への、ワクチン追加接種につきまして、施設の管理者は、従事者に対する接種の勧奨をお願いいたします。また、従事者本人が、体調に少しでも異常を感じた場合には、施設管理者は本人に対して、速やかに医療機関で受診するよう、勧奨をしてください。さらに3点目、従事者のご家族に、少しでも体調の異常が生じた場合には、施設管理者はその従事者に対しまして、備え付けの、検査キット、などによって、速やかに、検査を実施していただくようお願いをいたします。次に、家庭内感染を防ぐ、観点からの、要請であります。県民の皆様は、少しでも、体調が悪いと感じた場合には、速やかに、医療機関を受診していただくのは、もちろんのこと、陽性反応が出る前から念のため生活空間や動線を分離するなど、ご家族への感染を防ぐ対策を特に徹底をしていただきますようお願いをいたします。大きな2点目ですが、一昨日の会見において申し上げました学校保育所等における検査範囲の拡大について申し上げます。陽性のお子さんが判明したクラスの全員に加えまして、接触の可能性がある集団のお子さんを対象に、幅広く、素早い、検査を実施し、学校などにおきますクラスターを抑え込みながら、家庭、社会への感染の連鎖を断ち切る、新山田市方式を、準備が整い次第、実行に移してまいります。この方式につきましては本日、各市町村長及び
市町村教育長の皆様との会議の場を設け、協力を要請いたしました。さらに公立の学校等のみならず、保育所や私立の学校におきましても足並みを揃えて導入するべく、先ほど県私学教育振興会および県保育協議会の皆様に対しましても私から協力の要請を行ったところであります。具体的な運用方法につきましては、市町村教育委員会や児童福祉担当課などを通じまして、しっかりと集中してまいります。保護者の皆様や学校の先生方、あるいは保育現場の皆様にはご負担をおかけすることとなりますが、ここはですね、まず子どもを守るために行政と学校保育所、そしてご家庭、この3者がですね、一体となって、力を注ぐべきタイミングだろうと考えておりますので、ぜひともよろしくお願いを申し上げます。なお、この検査方式の導入に伴いまして、休業を余儀なくされる、保護者がですね、休業を余儀なくされる、場合もあろうかと思いますので、そのような場合に、経済的不利益を、被ることのないよう、一人親世帯、または市町村民税、非課税世帯を対象に、休業に伴う収入減少の一部を補填する助成金を新たに支給することといたしました。これは既定の予算を活用するとともに、会期中の今定例県議会に所要の予算を追加提案いたしまして、速やかに実行に移してまいります。開始時期、申請の方法などにつきま、など詳細につきましては改めてご案内を申し上げます。3点目は、新たな制度融資のメニュー創設についてです。長引くコロナ禍にあっても、県内経済の基盤であります、事業活動を守り抜いていくため、売上の減少などによりまして、資金繰りに苦慮する事業者の皆様を、に対する、救済、が喫緊の課題、となっております。そこで本日、県内に本店を置きます、金融機関の代表者の方々にお集まりをいただき、据え置き期間や返済期間の延長といった条件変更の措置を講じるなど、事業者の実情に応じた柔軟な対応を取っていただくよう直接お願いを申し上げたところであります。他方、県におきましても当面の資金繰りに不安を感じている事業者や、コロナ対策融資の返済に苦慮している事業者の資金需要に対応をしていくため、県の制度融資を活用した支援策を講ずることといたしました。第一に、借り入れの申し込みから1週間程度で迅速な融資を実行できる短期事業資金に対する利子補給を行い、事業者の金利負担をゼロに抑えまして、当面の運転資金が不足している小規模事業者の資金繰りを支援してまいります。第2に、コロナ対策融資などからの借り換え融資制度を創設いたします。そのため210億円の融資枠を用意するとともに、この融資に対する利子補給あるいは保証料補助などを行い、事業者の金利および保証料に対する負担をゼロに抑えます。これによりまして事業者の借り換え需要へ対応をいたします。これらにつきましても今定例県議会に総額80億円規模での所要の予算を追加提案をいたしまして、その議決をいただいた後、速やかに実行に移すことによりまして、この中にあっても意欲を持った事業活動に取り組もうとされておられます皆様の事業継続をしっかりと支えてまいります。結びですが、申し上げるまでもなく、早期収束こそがです、最大の経済回復策であり、再び攻勢に転じるためにはもう一段の感染者数の減少が必要である、認識をしております。感染状況一進一退でありますが、感染者数を下降トレンドに導き、
それを継続させるべく、県民の皆様、事業者の皆様におかれましても、ここを一つの正念場とご認識をいただき、私ども、心を一つにです、感染対策へのご理解、そしてご協力をしていただきますよう、お願いをいたします。本日私からは以上であります。それではただいまの発表事項についてご質問をお受けいたします。質問がある記者の方は挙手の上、はじめに所属氏名を名乗ってから質問をお願いいたします。はい、サニーさん。サニー氏の土屋です。臨時特別協力要請の関係で、期限を1週間っていう伸ばしたと思うんですけど、この1週間としての理由っていうのは、なるべくこれはもう短期間で抑えましょうということで、あまり長くだらだらやるべきものとも思っておりませんし、さまざまですね、皆さんに大きな負担もかけるわけですので、とにかくこの1週間、しっかりです、ね、皆さんの力を合わせて短期集中でやりましょう、こういう思いです。その後の、延長するなり多分止めるなりっていうのが判断すると思うんですけど、それもまた来週の週内でしっかり、そうなります。はい、ごめんなさい、感染者の数とかそういったところ総合的におっしゃる通りです。感染者の数、そして病床ですね。病床、はい、つまり同じ感染者数でも病床にどういう影響を与えるか、高齢者の方が多くなれば当然病床使用率多くなってまいりますので、そういうことも踏まえながら、対応を考えていきたいと思います。はい、よろしいでしょうか。はい、他はいかがでしょうか。産経さん。産経新聞、平尾です。今知事がおっしゃった早期の収束が重要だということだと思うんですが、ちょっとこれについてちょっと聞きにくい話なんですけども、新元号祭り、はっきり言えば4月のあと2ヶ月切ってて、前回秋の時には2ヶ月前の段階で、延期することを決めてます。で、その言い出しがやっぱり辛い形だったと思うんですけども、秋の時も知事が提案をした形でですね、新元号祭りの延期を、実行委員会の方に言ってたと思うんですが、もう実際に2ヶ月、今年の春についても切ってる状況なんですが、これについて今どういうふうにお考えでしょうか。ちょっとギリギリまで様子を見たいと思います。なるべくやりたい。どれぐらいのタイミングをということで。ギリギリまですみません。わかりました。はい、他いかがでしょうか。すみません、協力、臨時の方ではなくて、協力要請の方で、はい、イベントの、陰性確認というのをなくしてるんですけど、これはどういった理由で。これはですね、1月18日に、国の専門チームがですね、知見を示しましたので、それを踏まえた対応にしようということで、アップデートしようということで、ちょっと詳しくは。局長、若干ちょっと補足させていただきます。知事政策局、長田です。当初の協力要請、1月7日に出しておりまして、この時はですね、オミクロン株の状況が非常に急激に伸びているという中で、特に若年層、成人式関連、運動部等で盛り込ませていただきましたが、今知事申し上げましたが、1月の20日になりますけれども、厚生労働省のアドバイザリーボードから、このオミクロン株の特徴を踏まえた対策ということで、クラシック等のコンサートであるとか、J リーグ、プロ野球と、これまでの経験より感染リスクが低いことが判明しているということでですね、感染防止対策の徹底についての見解が示されておりますので、この最新の知見のエビデンスも考慮いたしまして、今回、改定をしたところです。はい、よろしいでしょうか。はい、他に質問のある記者の方はいらっしゃいますでしょうか。はい、NHK さん。NHK の大友です。学校とか保育所の、検査体制の拡充に関してなんですけども、今日の市町村長などとの会合の中で、新山梨方式自体は賛同の声があったけども、一方でやっぱり教職員がただでさえ大変な中でそこに負担が来るんじゃないかっていう懸念の声もあったり、あと検査キットの置き場所が法律上こう制限があって、本当にそれが迅速に届けられて、学級閉鎖が1日とか短い間で済むのかっていう声がいろいろありましたけども、そのあたりはこう県の体制で考えているところだったり、どういうふうに迅速にうまく
やっていくのか運用していくのかっていうところ、どういうふうに考えているのか教えてもらえますか。まあ、検査キットは保健所の件ですよね。保健所各地域に、ありますし、まあ、そこからその、まあ、迅速にお持ちすると、いうことになろうかと思います。それからその学校への負担、まあ、学校、まあ、特にその先生方、まあ、今ただでさえ大変な、状況ですし、まあ、そこにその追加的な負担、をかけてしまう、ことにはなりうる、わけでありますが、まあ、ただ先ほど申し上げましたように、その今がですね、子ども、要は児童生徒、を守る、守っていくためにですね、まあ、ここはですね、その我々もその最大限の ベストを尽くしていきたいと思いますし、まあ、ぜひですね、その、ご家庭、そして学校の先生方、にはですね、まあ、ご理解をいただきたいと思います。まあ、ここでとにかくクラスターが出ればですね、おそらくその処理対応というのはさらに大きな、負担となった学校に、乗っかってきますので、まあ、我々はなる、長い目で見ればです、トータルで見ればその、まあ、学校ですとか、まあ、ご家庭ですとか、まあ、そこに負担を、まあ、短期的に見れば、ね、かかりうるんですけれど、それは最大限ケアします。ただ、まあ、これをやる、この方式をやることでトータルで見ればです、負担というものは軽減できると、まあ、こういう考え方に、なりたいと思っています。また、それぞれ実行する中でですね、その各学校ですとか、あるいは市町村ですとか、もっとこうした方がいいとか、これは困るとか、さまざまなそのご意見というのは寄せられると思うんです。それにつきましては、しっかりとですね、受け止めて、なるべくそういうそのいろんな方のご知恵をですね、よりスムーズな、検査、の実行に向けて、取り込んでいきたいと思います。はい、他よろしいでしょうか。YBS さん、すいません、 YBS のコーチです。すいません、感染状況について、まあ、知事なのか富士総長なのかなんですけれども、今今週先週末あたりから前の週の同じ曜日を上回る状況が続いていて、まあ、3週間前くらいですね、1月の最後の週と同じくらいの水準になっていると思うんですが、これはこの、まあ、ちょっと下がったら、まあ、まあ、暴走というか上下のブレの範囲内でピークが続いているっていう認識なのかどうか、まずそこを伺えたらと思うんですが、いかがでしょうか。いや、そうでしょうか。はい、1月の下旬をやっぱりピークにして、緩やかな減少傾向を認めているというのは、そこはもう事実だと思います。そして今回の3日4日ほど少し上昇気味になっていますが、なぜそこがそういうふうになっているのかっていうのは、なかなかいろいろと見てみてもわからないというのが現状です。ただぐっとまた1月オミクロン株主流で上昇傾向にあった時のような上昇カーブは現在、描いていない。どちらかというと高止まりでずるずるとこう来ているということなので、まあここでとどまってくれればなという思いを、まあ、皆さん共有をしていると思いますし、まあ、そのためにクラスターが随分多かったということから、知事の説明ありましたように、いろいろクラスター対策というものに、まあ、県の方でも力を入れるというところで、本当にここで、抑えられれば減少局面に持っていけるのではないかなと思っております。はい、ありがとうございます。よろしいでしょうか。はい、他よろしいでしょうか。はい、では、以上をもちまして、知事の臨時記者会見を終了いたします。ご協力ありがとうございました。